おはモーニー。この日は午前中に覚醒できたので、朝手はまだ間に合うのではと、吉野家に雨の中駆け込みました。腹を空かせたネオミ食を救う駆け込み寺。コスパよく定食に牛皿つけてビールでも飲もうって思っていたが、計画は一瞬にして破綻した。朝ごはんとは思えないボリューム。その名も、アボチー牛丼。牛丼屋で飲むビールは、美味しい！いやー、吉野家さんにやられましたよ。朝ごはん頼むつもりが裏牛丼の限定メニューに一目惚れしてしまった。まかない飯って通常メニューより美味しそうに見えること多くないですか？アボカドもチーズも私の大好物。大きく一口、いただきまーす。美味しい！メニューよりもチーズが雑な感じではあったものの、米の熱で牛肉と絡み合い、アボカドのクリーミーさとマッチング。個人的にはすき家のチー牛の方がジャンクさとカロリーを感じて好きだけど、アボカドはジムのお姉さんが夜中でも食べて大丈夫だよって言ってたから、アボカド入っていれば実質カロリーはゼロ。朝は代謝もいいので積極的にビールも飲める。朝食っぽい豚汁に七味をかける。ここで野菜を摂取しようという魂胆だ。チー牛のこってりさは豚汁によって消化される。最近思うんですが、夜に食べると太るし、次の日のむくみにも影響するなら、たくさん食べても許される朝に飲み食いするのがベストな気がするんですよね。幸せな朝で一日をスタートできるし、一石二鳥。こうして意志を弛緩させて睡魔へ導き、長い長いお昼寝へと誘導されるのですが、まあ、ワンチャンレッドブルで何とかなると思ってる。夜にお酒を一人で飲むとなんか寂しいなって、メンタルヘラリウム、急性メンヘラになりかねないので、個人的には朝がベストだと思ってる。覚醒酒、ほろ酔いでハッピーなままにいられればいいんですけど、飲み会の帰り道とか急に襲ってくるんです、虚無と孤独が。酔っ払ってキスしたりイチャつくカップルが近くにいるときはなんか心がすさんでるので、ポケットに手を突っ込んで中指を立てる技を友達から教えてもらったので発動しそうになりますが、そういうときこそ YouTube でディズニーランドのカリブの海賊のまだレストランが見える位置でロッキングチェアに揺られながら、おじちゃんがのほほんとアコギを外で弾いてる BGM を聞いて、塩素の匂いを感じつつ現実逃避してます。こういう酒飲んで何にもとらわれない暮らしがしたい。カリブ海ではなく豚汁海に溺れていきます。11時過ぎたのでつまみでサバの味噌煮も頼みました。日本の朝ごはんといったら魚みたいなところありますよね。今日のシャッケとのツーショットチャレンジ、すごい逃げようとするじゃんか。餌あげるときはあんなにスリスリしてくれるのに、私は結局餌だけあげる女に過ぎないの？滝涙。締めはカップヌードルの豚骨味。ちなみに時刻はまだおやつの時間にもなってません。酒を飲んだ後はラーメンが食べたくなる。あの現象に名前をつけたい。帰り道に飲みながら歩いたビールの残りも。このカップ麺は家にあったのをここほりを麺したのですが、積んどくならぬ積ん麺が日常茶飯事の私の食料庫、なんとかしたい。ずるっとすすって、おいしい！二郎系かと思ってたけど豚骨だ。やや担々麺要素。豚骨のパンチはしっかり効いているが、ごまの香ばしさやネギのシャキシャキ感、そしてラー油たちのピリ辛さが混ざり合っている。食材のるつぼだ。うち、うち、以外の感情を失った。食べなくていいのにラーメンやめられない病気なので、ラーメンにすがっても生きるしかない。ラーメンって、宗教だ。この後やることはたくさんあったのに、オフツーンが気持ちよくて寝ちゃいました。おしまい！本日もご視聴ありがとうございます。いやもう最近なんか食べた後すぐ寝ちゃうんですよ。絶っぽーって感じですね。うん。でも本当に9月末までにね、私本当に、卒論かける2くらいの分量のね、ものを、ちょっとね、書かなくちゃいけないんですけど、間に合わないっていう感じで、ちょっとそろそろ、隠居せざるを得ないかもしれない。ほんじゃ、バイバイ。